お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回の動画なんですけども、先日千葉県にある一番星ビレッジというキャンプ場で一緒にキャンプをしたキャンパーさんのおすすめギアを私取材してまいりましたので、皆さんと一緒にですね、そんなキャンパーさんおすすめのキャンプギアを一緒に見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、じゃあ次のサイト行ってみましょう。モニカさんです。よろしくお願いします。何ですか、こちらは。どこだ。ロゴスの。ロゴスの。なんちゃらデュオ。なんちゃらデュオ。あ、後で調べてきます。全幕のも全室が高いです。全室が広くて高い。うん、いいっすね。これ、あ、ちょ、バイクもいいじゃん。そう、詰めるかもしれない。バイクが入るぐらい。はいはい。あ、ちなみにおすすめのギアは、テーブル。これいいっすね。どこのやつですか。DOD のキャナリーテーブル。キャナリーテーブル L。 L。これでもいいな。ソロでもね、うん、広く使えるから。いいっすね。L だと高さ調節。あ、そうなんだ。下も物置ける。ほら見て感じ。これいいな。いいっすね。結構 DOD 好きっすか。そう。椅子も。あ、すごいっす。すごいっすなんすよこれ。チャラいな。なるほど。椅子に合わせてテーブルの高さも変えた。ああ、なるほど。もう色がね、テントと椅子とテーブルと、そうっすね、いい感じになってますね。じゃあ今日よろしくお願いします。はい。お休みしちゃいました。あ、いいね、ガオチ君。バイバイ。あ、キャンプ、バイバイ。ちゃんと3回色変わる。これ2回のやつかな。あ、1回も変わんないやつ。あ、変わった変わった変わった。お、ほんとだ、緑になってからの後ろにいる陽介さんが高くて赤になる。俺のバッグは開けんなよ。そう、あ、TC じゃないですか。 TC じゃないの、だから一発だから。すいません。なんだっけ、海鮮のなんだっけ、衛星強化。二次燃焼でポップコーンやる人そういないっすよ。熱っでしょう。熱っ。あ、ちょっと離れてきた。離れてきた。熱っ。しかも素手。熱っ熱っ熱っ。花火すな。急に上がるくらった。急に花火すな。まだパンパンしてる。パンパンしてる。ああ、いいね。いいね。うわ。ちょっとこっちもパンパン開いてるけど。あ、じゃあもう、あ、でも何やめました。もう行った行った行った。食べよう食べよう食べよう。オープン。オープンね。いただきます。僕が食べます。まずいわけがない。うわーさい。うまい。最高。ジン開けたよ。酔っ払いが来た。酔っ払いが来た。最後の一杯。これシラフのね、おじきがちょっと俺シラフって飲んでますよ結構。飲んでる。あ、そうだ、今日飲ましちゃった俺は。飲んでくれたからね、嬉しい。マホシ。行こう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 。これ。ああ、ほらほらほら。これ思いっきり火傷しちゃうよ。ちょっと気をつけて気をつけて。出過ぎなんだよ。出過ぎだよこれ。だから言ったじゃん俺。ちょっと。赤熊さん。怖い怖い怖い。赤熊さん。熱い熱い熱い。1ミリぐらい出せばいいんだからこれ。ちょっと出しすぎじゃない？いや出しすぎたの誰。俺か俺か。そうそう、危ねえ危ねえ危ねえ。おー、こっちはかっこいいよ。おー、あー、まあ、これはかっこいいよ本当に。はあ。でもランタンマニアが集まってるから。マニアランタンマニアが集まってる。案外マニア多いからね、ランタン。おー、ほらマンさん、ほらランタンマニアが集まってきて、これかっこいいでしょ。これ
いい絵撮れてんね、まあ、さんいいね。試して撮らないと光量が強すぎる。これ誰かの灰皿が落ちてきて大丈夫、これ俺のじゃないですか俺の灰皿それ皆さんいかがだったでしょうか。気になるギアはありましたか。たくさんのキャンパーさんのギアを見てますますキャンプギア沼にハマりました。このチャンネルでは僕の気になるキャンプギアをたくさん紹介していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。